こんにちは、おりんです。はい、こんにちは、おわんです。今ちょっとなんか名前の前にちょっと一瞬かなあれだね。てか、日比野さん、んなんかチャリンって言った。小銭このさ、なんかならさ、お金くれー、お金だよ。え、あ、だだだ、なんかあった。何、500円か、違う、鍵2階のナースステーションの鍵ってことは2階に行けってか。エレベーターで行こうぜ、イエイ。ついてねえってじゃあやっぱり階段に行きましょうっていうことで階段へ行きます。2階のナースステーション、若者は歩け。確かに2階のナースステーション鍵かかってたんで、うん、で、よし、走るぞ、ダッシュ。走る言わなあかんねんって、ここで言うとかなあかんわ。南西になんかさ、今替え歌流行ってるよね。下じゃないわ、ここ1階やから。あ、何これ、おわんでしょ、これ椅子。何これ、なんぼ私が力持ちや言ってない。すごくない、こんだけの椅子ここに運んでくるって。待ち合いの椅子。え、ってことは上がれないじゃん。ここ1階でしょ、2階に上がれない。上がれねえじゃん。間違えたなんで電話。あ、電話すればいいんじゃん。誰によ。なんか店員で移動できるじゃん。できるけど誰に。誰に。日比野さんか、おりんちゃんじゃあ日比野さんじゃないの。日比野さんが鍵持ってたから。日比野さんは味方だからね。日比野さん鍵持ってたから、うん。でもなんかあの去り際にさ、チャリンとかで落としてさ、わざとらしくねえ、でもこでもこでもそれやったら落としてさっていう、こう渡してくれたらいいやな。これ2階のナースステーションの鍵なのって。ほら、7がないから、日記の7が多分ナースステーションのはいはいところにあるんだと思うんだけど、うん、どっかに電話番号書いてるある。これ日比野さんの手紙。うん、なるほど。でも日比、そんな単純なことでいけると思う。日比野さんが落としたから日比野さんの電話だろうって。まあでも日比野さんにかけて、ね、確か病院に転院したんだよね。そうあのおりんちゃんはもうおりんになってしまって癖がついたほら、岸辺千代さんちの部屋から病院にね、ろうそく盗んできちゃったのもこの電話番号で行ったんで。そうちょっとこの単純な思考回路で行ってみましょう。まああのゲームだから ね、ゲームらしい展開になるんじゃない。そう、もしダメだったらまたなんか考えるってことで。オッケー、ね、安易に考えてみましょう。あんましさ、こう、なんつの、考えすぎると。そう難しいことは多分しないと。まあ、あの、戦う時のコントローラー難しかったけどね。そう。だからどうしても A ボタン押すタイミングが、なかなか。進めないってことはないと思うんで、多分これで、ね、いけちゃうと思います。なれ。つながれ。クリアもだから。いや、日比野さん出たらダメでしょ。あ、そうか、転移できないでしょ。出たかのか。行ったっぽい。え、行った、よし、イエーイ。それだって小学生とかも解けなきゃいけないから簡単にしとかないと。あ、これ小学生 OK なの、このゲーム。だってそりゃ怖いのが平気な子供なら。おう、下田歌劇久しぶり。何、あ、これ何、携帯。やったー、イエーイ。持ってなかったんだ、りんちゃんって携帯。だって今さ転院したから。あ、そうか、置いてきたんか。あ、うん、遅いやん、置いてきたら消えんねん。飛んだ場所に絶対携帯ってあるんじゃん。ここにかかってるんだよ。だからなんだ、じゃあな、だから転院してすぐにその近辺見とかなあかんねん。で、ここって何階、2階、あ、違う、3階。ってことはこっから階段降りて2階のナースステーションの鍵を開けろと。階段椅子あったんちゃう、大丈夫かな。え、それは下だけでしょ。そっか、ちょっと階段開けた。またリモコンでとつの疲れそうになりましたそう、多分ね、もう流血騒ぎになると思うんで。おりんね、たまにね、こうリモコン振り回してさ、非常に危険。凶暴やね、おりん凶暴。違うっちゅうの、おとなしいって。いや、めちゃくちゃおとなしい。怒ったら怖いめちゃくちゃおとなしい女の子らしい。可愛い声して怖いよ。おびっくり。おちょっとリアルな音が鳴りました。今氷できた。うん、氷出たよいしょ。ほら、2階行けた。だから2階を簡単に進める。じゃあ1階のソファーどけろよっていう話よね、日比野さん。あれはでも日比野さんの仕業じゃないんじゃない。じゃあ仕業じゃなくても日比野さん教えたいなら、うん、
椅子どけてくれっていう話じゃない？そういや、まあね、それ言うんだったら何あの、物触られへんやな、うん、それ言うんだったらあちこち転移させずに簡単に教えろっていう話。かすかな彼女とか見てた？こう透き通っちゃうでしょ。あこう透き通っちゃうのよね。で、よしよしよし、うわなに、連れ戻しなさいって言ったよ、連れ戻しなさいって言ったよ。やばい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、どこどこ行けばいいの、どこ行けばいいの。右右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 、ちょっと待って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 、やばいってやばいって。え、音は止まった、音は止まった、音は止まった。やべえ、怖い。なに、連れ戻しなさいって。やべえ、これめっちゃ怖い。あの院長鬼畜、何あの院長、もう院長先生って大嫌い。なんかさっきもむちゃなんか襲われたしね。もう院長先生なんて期待だ。パワハラやろ、院長先生が。私はもう襲うなんて、もうパワハラすぎ。今まで歯医者も院長にかかってたけど、院長はやめよう。それはかわいそうでしょ。歯医者の院長かわいそうでしょ。あれ、なんか隙間に挟まった歯が私の幅が狭かった。え、ふとひと言うのか。よし、ドアに挟まって入れなかった。何よ、私が太いと言いたいのか。太くはねえぞ。よし、あったあった。日比野さん、もう本当にあなたが日記をバラバラに置くせいで。インターネットの掲示板やチャットが荒れているという話は聞いたことがあったけど、実際に目の当たりにするとかなりショックだ。ましてや身近な人がその標的になっているならなおさらだ。なんであんなにひどいことを書き込めるんだろう。入院生活の長い玲子ちゃんにとって病院も病気も日常だ。だからそんな話題が多くなるのは当然のことなのに、それをうるさがったり面白半分にちゃちゃを入れたり。彼らは玲子ちゃんの送ってきた生活の家族の疎遠も知らない。知らなければ何を言ってもいいの？そんなの悲しすぎる。確かにね、ネットのね、暴力っていうか、まあ言葉の暴力。誰がつけたよ。なんだ？これじゃない？だからどんなこと言われてたかが映るんじゃない？ほら、あの子ってりんちゃんが言ってますね。病弱病弱黒猫。病弱って、でも確かに 病院生活の話が多いかも。なんかどうコメント返していいか困るのよね。ガラナって誰？ハマチとか。だからあの子、え、あの子らじゃないの、あの、これ下に下ろせれるんちゃう？高校生3人組とかじゃないの？ほらほら、付き合ってると疲れるというか思うんだけど、 病弱ってネタじゃねえ。まあ確かに見えないから、私病気なのよねふとか言って同情を引く人とかも中には。鬱なコメントばっか書く人ってネタって、そんなひどいこと言えるのって書いてる。うん、一応りんちゃんはなってそう、名刺もしないのに決めつけんのよ。ひょっとしてりんって黒猫って、ちょ、今マジで引いたやって。人を傷つけるようなこと書いて楽しいんですかって。りんちゃんは真面目なんです、いい子なんですよ。チャットなんだから楽しく盛り上がりゃいいじゃんって書いてある。だから、ああもう開きねって、空気読めないんだからって書いてる。だから多分あの3人組じゃない、あの私たちを襲った、あの学校で襲ったあの3人組なんじゃないの。あの丸いこと、細いこと、細いこと、ちっちゃいこと、うん、私が参加してたチャットサイトだって書いてる。で、これはネットいじめにちょっとつながってない？そう、こういうのって結構ありますよね、うん、今の時代ね。あー、開いてる開いてる、いいかなーっていう状態でしょ。てか、あんだけ襲ってきたのに今振り向いたらいないってどういうことよ。なんかでも今襲われても、今ちょっと構えたけどね。来るかなってちょっと一瞬思った。またちょっと A ボタンちょっとやらなきゃな。動くん、動く。とりあえずちょっとなんか雑音が聞こえる。どっかで録音だ、録音でしょ、この雑音って多分。そうやな、どこで雑音が、どこどこで撮るんだ。あ、もうちょっと右は奥あるやろ、まだ。あ、そっちじゃなくて、そっちじゃなくて、この辺やよ、だってこう左の後ろらへんは。お、多分ね、ここにガラスか、ほら、どんどん離れてるもん。あ、ほんまやな、あかん、パソコンの近くだ。もう一遍パソコン見てみる。外じゃない、この部屋じゃなくて。あ、そういうことか。そう、そのような気がしてきた。ちょっと待って、多分だってこの部屋で、っていうか出口どこ、分かんない。その後ろ、その後ろ、左左だって、この部屋、え、これだ。
だから隣の部屋からのハウリングとかそんなんじゃないかな。そうなのかな、この出たところからの。え、嘘かな、何も録音。ちょっと出てみて、ちょっとまた幅が、あ、音しなくなった。やっぱしなく、あ、あ、来た、ほら、やっぱりこっちに、こっちにおいでやの世界な。そう、だから多分、え、ちょっと待って、日比野さん、日比野さんどこ行った。まあ、ついて行ってみる。まあね、今までの経験からして、日比野さんは味方。あ、先におるおる。ちょっと待って待って、日比野さん走れ。日比野さん早い、足が早い。幽霊だから。あ、消えたよ。幽霊は足がありません。消えたよ。ってことは、左？階段じゃない？階段、階段。もうなんか上に上がったり下に上がったり一箇所で決めてくれ。下には上がらへんし。いた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 、上。うるさい。上に上がったり下に上がったり。うるさい。だからもう、なんかあちこち移動させずに一箇所で終わらせてくれたらいいのにね。いや、そうやったら面白くないか。ゲームですから。一箇所で全部終わりかよっていう。っていうか。今むっちゃ想像したし。なんか一箇所でこう。どこ？でもさ、日比野さんちゃんと案内していてくれるからいいんじゃない？あれでも、じゃあさっきの部屋の雑音って何やったんやろね。まあ、いっか。パソコンがネットにつながってるよっていう雑音ちゃん。ハウリングひどしろくなってんもん、急にめっちゃゲームオーバーとか言われるかと思って、めっちゃ怖かったって言った。なんか江戸春美状態やったよ。古い、古すぎる。江戸春美。ほらほら、今日はここにいたの。そう、少し顔色もいいみたいね。さ、そろそろ検査の時間よ。1階で先生が待ってるわ。ほら、日比野さんもチャットを見ちゃうんじゃないの？は、黒猫ちゃんが悪口書かれてるところを見ちゃうんじゃないの？なるほど、病弱やいうことがネタやっていうこと。うん。いや、そうやったら日比野さんここでネタじゃないとかってやっぱ売ってもダメなんかな？あ、凛ちゃんとの？で、通りすがりって誰？私は治療費ばかりかかって手伝いも何もできないし、きっといなくなった方がお母さんも嬉しいんじゃ。みんなもきっとそう思ってる。な、りんちゃんがそんなことないよって。うん、通りすがりって通りすがりもそうだよとかって書いてるな。とか言いつつやってるじゃんって。だから、りんちゃんとこの黒猫は、私、黒猫さんに会いに行くよって。チャットで話しててもしょうがないし、会って話そうって。ほんと？うん、病院まで会いに行く。本当に来てくれる？うん、絶対行く。ゆっくり話そうよ。横やりがうるさいから、詳しい話は鍵付きのルームに移動してからね。ありがとう、待ってる。ってことはこの二人でだから、二人でチャットしたわけだ、うん、通りすがりがうるさいから、うん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 、二人で個人的なやり取りして会おうって決めたんだよね。やっぱりあの時会う約束していた黒猫さんがここに入院してた。朝霧リリコ進まない、勝手にムービーだ。え、あ、今矢印が出た。そして私は約束破った人間だよね。破ったって、まあ、破ろうとして破ったわけじゃないけど、うーん、黒猫ちゃんは少なくとも思ってる、うん、レイちゃんは。だからリンちゃんもこういう自分をバカにしてた、なんかこう、なるほどな、うん、人たちと一緒の人間、会う会うって言って会わなかった。うん、この回でもネタバレの回じゃない？でももう最終回じゃないの、これってエンディングじゃないの？だってもうここまでストーリー分かったらさ。あ、そういうことか。もしかしてクリアぽくない？しちゃったぽくない。だからリンちゃんが事情を分かっ、え、でもリンちゃん、ほらほらほら、え、ちょっと待って、リンちゃんの病室から飛び降りてない？なんか、あ、違う、ほら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 、リンちゃんの病室から飛び降りてる。え、でもあの子なんでリンちゃんの部屋分かったの？あ、もしかして同室やった的な。え？ちょ、ってかさ、これね、夢だと思っていたのは入院の時の記憶？黒猫さん、あれは黒猫さん？どう？おお！
ていうか日比野さん最初に話したってよ。そう、日比野さんが最初に全部病室で話してくれれば。ここまで話ややこしくない？やばい、ちょっと待って。レイコちゃんはいや待ってるのは分かるけど、なんでドキドキしてる？あの子を今救えるのはきっとあなただけ。ちょっと待って、私もうエンディングかななんて思って、って思ってたのに。むっちゃ余裕やったんですけど。ちょっと待って、待ってる？今でも？今でもってことは、だから幽霊になってもりんちゃんが会いに来てくれることを待ってるってことでしょ？会いに行ったら死んじゃうんちゃん？いやいや、だから誤解を解いて、ああなるほど、自分は助けを請うってことでしょ結局。私は殺さないでっていうことでしょ。私は間に合った、本当だったら、まあ、会ってた、裏切ったわけじゃないよっていう誤解を解いて、だから私は助けてねってことでしょ結局きっとは。みんなは殺しちゃったけど私は助けてねってことでしょ。なるほど。なんかそういう言い方したらあれですけど、じゃあちょっと待って、とりあえずどこに行けばいいかな。とりあえずうろうろして、あの黒ちょっとこれでセーブするとか。そうやな、ちょっとセーブしてこれで今日は終わりますね。はい、終わりたいと思います。なんかエンディングのような気がしたんで続きたかったんですけど、ちょっと長そうなんで、考えさせられるねこの回ね。では終わりたいと思います。またね、さよなら。バイバーイ。